はい、目上がります。ありがとうございます。ちょっとマジでうめえ。こちぼチャンネルへようこそ。この思い届け。届きましたね。はい、どうもこちぼです。いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで今日はですね、なんと対馬に新しいラーメン屋ができます。横浜家系ラーメン半之助ということで、オープンは7月19日、今日は7月17日ですね。はい、はい、2日前に来てちょっと試食できるということなんで行ってみましょう。はい、入店入店。こんばんは。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、ということで店内どうぞ。はい、店主のひろちゃんです。はい、いらっしゃいませ。お、気合入ってますね今日も。券売機、はい、で食券買っていただいて、頼み方っていうかあれがあって、麺の硬さと味の濃さで油の量が選べますということです。はい、はい、そうこうしてたらもう、はい、ラーメンが出てきました。なんでよ。早いの。はい、準備良すぎ。はい、ちょっと待って、これ玉ねぎ無料やけ、入れ放題。この玉ねぎ入れ放題、漬物食べ放題、ご飯は白ご飯食べ放題。いや違う、違うね。はい、そうですね。はい、で紅生姜、豆板醤、ニンニクが、まあ、トッピングというか、まあ、はい、目上がります。ありがとうございます。出てきたね。出てきました。でそれ細麺ね、そっちは。これで細麺、そっち細麺。はい、お待たせしました、ラーメン。中太麺ですか。中太麺。おお、こっちがすげえ。本来はこっちですかね。そうです、はい、中太麺。はい、はい、じゃあもうどの方にいてもね、麺が伸びるんで食べます。はい、いただきます。これはあれ全部普通でやっとる。普通で、全部普通で。はい、これちょっと取ります。はい、最初普通で食べてもらってから、うん、アレンジしていった方がいいと思います。うん、なんか自分好みによく細麺やったらバリカタとか言うけど、もう中太麺やけどバリカタってもうやばい、ね、多分ね。うん、だそういうのがあるんで、じゃあ初家系ですね、いただきます。うん、香りはあれですね、鼻が詰まって分かりませんので。はい、皆さん店に来て体感してください。じゃあいただきます。うめえ、マジうめえ。どうす。いや、あんまね、ちょっと褒めたくなかったけどね。あんま褒めたくないですけど、マジうまい。生いっぱい、生いっぱい。はい、はい、まだついてません。じゃあ中太麺いきます。はい、いや、スープマジちょうどいい、マジで。うわ、ふてー、中太麺。これが本来の家系ラーメン。家系ラーメン。はい、まあ、俺は細麺の方が好きですけどね。はい、なんで細いのが好きなの。いただきます。あ、いい、太麺もいいかも。いいやろ、ね、いや、これ中太麺ね、食うよったら癖になる。太麺がいい。1回目よりも2回目、3回食ったらもう癖になる。あ、で、細麺が物足りんくなってくるっていう。これチャーシューもね。で、ほうれん草、うん、うまっ。うめっ。あんま褒めたくなかったけどね。そう。あ、マジ、ちょっとカレーの音が言おうかな、ちょっと。うまい。あれやね、普通でも十分濃厚やね。濃厚ね、うん、で白ご飯にめっちゃ合う。合う、合う。白ご飯がめっちゃ進む。生と白ご飯うまい。お願いします。ないです。はい。オープンはありますからね、うん、ある、はい、普通の時はあります。そうですね、まあ、けどその時スタッフにおる人に言ってもいいし、なるべく最初の食券があるんで、食券で買ってもらってから。あ、うまっ。やべえ、マジうめえかも。ちょっとマジでうめえ。
ちょっとマジでうめえ。いや俺ね、しょっぱいかと思ってたとよ。家系のカップラーメン食った時に、はい、しょっぱくてクソまずかったとよ。いや、やっぱカップラーメンのは全然違う。いや、マジで。で、アレンジいろいろできるけ、はい、そう、玉ねぎ無料とか、ね、刻み生姜とか、豆板醤、ニンニク、ね、そういうの入れて、自分好みで。これで一杯いくらですか？890円。安い、安い、今の時代で890円、安い。でしかもチー油、チー油を最後にかけるんですけど、そのチー油も国産の花緑使って取ってるんで。チー油ってなん？鶏の油。花緑？花緑っていう博多の鶏のブランドがあるんですけど、緑さんやん。ここ使ってね、緑さんヤンマ使ってよ絶対ね、重要やけ。それはどういう、あ、なったのお母さんやけ、喜んでくれ。あ、うん、花緑ということで、はい、いやちょっとマジびっくりした。俺ね、合わんかもしれんと思ってたけど、はい、ぶっちゃけ、まあ、好みがいろいろあるけね。そう、うんうん、いや、うまい、うんうん、これも行列です。行列、はい、最初ね、あらっちゅう、もうとんかつじゃないけど、ここなんちゅうとグラデーションで残していくと味を、わかる？分かる。俺もわからない。ガツンじゃないじゃん。そう。で、やらしく残る。これグッさん、ちょっと、はい、このラーメンがね、この麺の硬さはまあどこでもあると思うけど、タレの量、はい、濃いめとか薄めとか、その油の量多めとか少なめとかできるけ、うん、まあ最初にね。食券買った後にスタッフにそれを伝えてもらって、で自分の好みで濃ゆいのが食べたいとかで調整はできるんで、で食べてみてちょっと濃ゆいなって思ったら薄めにしてくださいって言ったらツアーをもらって調整はできるんで。あ、そうですね。あのちょっと年配の方とかちょっと薄めとかが少なめとか薄めとかがおすすめかもしれないですね。これ普通でもうがっつり食うけん、濃いめ多めはもうやろうどもが食うやつですね。ということで、半之助。半之助ってどういう意味ですか？自分の実家の屋号、これ対馬屋号ってあるじゃないですか。うん、屋号ね、あるある。それが半之助って、まあ、そこ、まあ、先祖ね、うん、自分のルーツの半之助、うんうん、これはその半之助のマークがイに丸で、まあ、それに家紋を合わせただけで。ひろちゃんですね。私らの中では一味で、もう中身で動いてます。何歳やっけ？40になります。40ね、40で子供は何人ですか？現在2人で、腹の中にもう1人、3人目ができます。あ、そうです、3人目に、はい、思います。そんな中独立ですよ、はい、はい。どういう心境ですか今？緊張はあります。まあそうやね、うん、もうやるのが今しかないみたいな。これより遅れてもタイミングじゃないし、まあ確かに、まあ、今がタイミング、もう全てここしかない。タイミング的にも今やっちゅう時にね、そう、もうここの物件も空いたし、ね、流れがやっぱそうなってラーメン屋は何年ぐらい？こう福岡でガンナガっていうその長浜ラーメンを、うんうん、まあ1年ぐらいですけど、あとうどん屋とかも、うどん屋も肉うどん、うんうん、なんかいろいろ経験して、でまあ対馬でも美味しいラーメンを食べれるとこは、うん、まあラーメン屋も何店舗かあるんですけど、まあその中でも、まあ、別の変わった味を提供してみたいな感じで独立したよね。そうです、うんうん、まあ、地域で一番愛される活気のある店を作りたい、ね、おお、これは負けられんですね、はい、どういう思いでこうラーメン作りたいとかあります？まあ、この家系グループ、その理念が、うん、幸せを自分からっていうのを掲げてるんで、幸せを自分から、元気と笑顔、うんうんうん、と〇〇っていう、うんうん、まあ自分やったら環境、その、うんうん、やったら環境、人が、まあ置かれた環境が見て人を変えるよね。そう、環境は大事やけ、ね、いやめっちゃ大事、めちゃくちゃ環境大事。バカ取ったらバカなるし、ね、なったしね。バカになる。いやいや、言うて経営者もね、もう勘違いせんと始めれませんので、ね、はい。やし、まあやっぱね、人が悪口言うなら悪口を言うようになるし、いいことならいい子になるし、ね、バカとバカになるっていう環境に、環境ね、じゃあ、まあ、笑顔と元気と、ね、そう、元気と笑顔と環境、環境、環境を大事にして、大事にして、で人を幸せにしたいっていう、そう、その
なんちゃうかな、お店の、まあ、この理念、うんうんうん、その幸せを自分からっていうのに、うん、そのつなげる、そこから、うん、いいね、うん、しかもね、やっぱラーメン屋ってちょっと味で勝負ない、勝負せないけんとこもあるじゃないですかね、シビアね、めっちゃうまいもんね俺はもうね、まずかろうがうまかろうが来ようかって思ったけど、ちょっと味ビビった、うまい、マジでうまい、これ好きよね、うん、ね、まあ、自分がうまいっちゅうね、うん、思わんとやっぱ出せんし、そうね、勝負はできん、味自信ありますか、自信あります、はい、ありがとうございます、はい、そうね、自信ないと経営者できないですからね、うん、まあ、ラーメン屋するっちゅう思ったのが言ったら、うん、この対馬、対馬、伊豆原、この地区で、まあ、地域でナンバーワンになれる、うんうん、ね、味を出せるっちゅう思ったんで、うんうん、それやったら勝てるね、勝負ごとに、うんうん、ね、これやったらやれるって思ったけ、うんうん、したって、そうやね、やっぱ何をするにしても一番取りいかんとね、そう、うん、一番取りいってね、やっぱ勝負していかないけんけ、うん、いやもうマジでうまかったっす、はい、また太るっすね最近太り気味やけどね、ちょっとまた太るっす、オープンはいつですか、7月の19日ですね、はい、7月19日、はい、本日オープンしてますからね、もう皆さんで、昼の11時から3時で1回閉めて、3時、はい、はい、で、6時から23時、11時まで、夜の11時まで、はい、っていう枠を設けてますんで、皆さんぜひ来てください、はい、はい、もう最後に何かこうありますか、視聴者に向けて自分の意気込みというか、今後の目標ですね、ありますか、まあ、地域で愛されるラーメン屋を作ります、はい、さっきと一緒です、はい言葉は出てきません、はい、はい、ほどっす、はい、まあ実際にね、奥さんのインスタの方にも書いてましたけど、アイス1個選ぶことがなかなかできんような男がラーメンをするっていう、泣きそうだった、やばい泣きそうだったけど、はい、あ、そうやったガチガチガチ、泣きそうだったけど、いや、すごいと思いますよ、はい、すごいと思います、はい、ぜひ頑張ってください、はい、よし、皆さん、待ってますぜひよろしくお願いします、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします、それではまた会いましょう、バイビー。